こんにちは。今回ご紹介する本はこちら、月のリズムという一冊になります。この本ではアストロロジャー先生、西洋占星術の専門家である、ライム先生がいろいろな、この月に関するテーマでまとめたことをいろいろと、学べる一冊になっております。でこの本では何がまず書かれているかといいますと、個人的に一番良かったかなと思ったのは、このいわゆる星座ですね。例えば基本的に星座というものは、自分が生まれた時に太陽がどの星座の位置にあるかによって、何座ということになるんですけれども、その生まれた時に太陽ではなく月ですね、月がどの星座にあるかによって、その月星座というものがあるということがこの本では学べまして、でその月星座は自分のどちらかでも内面を表すということですので、太陽星座以外にその月星座というものを知ることにより、よりこれからの例えば星座について本を読んだりするときとかは、より面白い発見があるのではないかなと思います。そしてそれ以外には、人生を4つの、春夏秋冬、春夏秋冬の4つのタイプに分けて、そのタイプ別にいろいろな気づきを得ることができる春夏秋冬理論、そういうものもこの本から学べる非常に、お得な一冊だと思います。ぜひ読んでみてください。